永瀬廉くん担当あるある50連発やっていきます。イエーイ、ザリガニ。どうもー、ザリガニでーす。ということで今日は以前の動画でティアラあるある100連発っていうものをやったんですけども、それがめちゃめちゃ好評で、ティアラ全体だけじゃなくて各メンバーの担当あるあるもやってよという声がありましたので、今日は永瀬廉くん担当あるあるをやっていこうと思います。今日は廉くん担当なので、廉くんの服、廉くんの服ではないわ漆黒の服でやってまいりました。こうなるとね、紫と黄色の服はあるんだけど、赤とピンクと青の服がないので、ちょっとどうしよう。まあいいか。じゃあそれでは早速、レン君担当あるあるやっていこう。レンレンが細いから自分もダイエットしようってモチベ上がる。細いよね。もう足なんかもう女子よりスラスラ。次、顔かっこよすぎて倒れる。テレビに映るたびね。はい。次、漆黒に反応。そうね。日常場面のあらゆる漆黒に反応。漆黒って日常にあるか？目黒蓮と間違えられる。そうね。蓮担当ですと言うと、どっちの蓮ってなるよな。メンカラが漆黒だからサンリオのクロミちゃん買いがち。そうなの？俺これ知らなかったんだけど、漆黒であれば何でもよし的な。このカッパ巻きクッションも漆黒か。岸くんに嫉妬する。せやね。岸くんにだけ甘える蓮くんがもうね、可愛すぎんのよ。もう変わってほしいけど、あの二人だから至高です。蓮くんのソフトな関西弁が映って、さらに緩くなり、めちゃくちゃ中途半端な関西弁になる。せやね。映るね。特に蓮くん担当はにわらじ聞くと思うんだけど、あのね、ソフトな関西弁がもうね、体に染み込んでんのよ。だから俺も最近せやねんとか言うんだけどね、もう、蓮くんの影響。永瀬さんのお姉様方、綺麗すぎすぎあるある。あ、違う違う。綺麗すぎあるある。これよく言うんだけど、他の担当よりも、蓮くん担当の人は美人さんが多いらしいんだよね。なんでだろうね。同担多い。もう。道歩く人に突然ね、何担当ですかって聞いたら、レン君。レン君の呼び方が映る。岸君は岸さん。玉森君は玉さん。そうそうそう。俺はずっと岸くんって言ってるんだけど、いわらじ聞いた後はね、岸くんのこと岸さん、あ、岸くんってなる。ヒルマイルド買う？ヒルマイルド？そう、薬局で買えるんです。ヒルマイルド。恋煩いの時の打ち抜いてのレンのパートで、ファンのこと本当に打ち抜いて、心臓いくつも必要。あ、恋煩い。レンのせいで心臓ない。あ、ちょっと今なしでお願いします。次、黒で揃えがち。これね、やっぱ蓮くん担当の人は全身黒とか多いのかな。ライブで見てみよう。下ネタ下ネタ大好きが映るんです。もともと下ネタあんまり得意じゃない人も、蓮くんのおかげでさ、このくらいの下ネタならセーフかなみたいなね、基準が下がっていくよね。レディオガーデン毎週聞く。キンプリファンはみんな聞いてるかも。これ聞くんです。俺今までずっと聞いてなかったんだけど、視聴者さんから、ねえ、にわらじ聞いてるよねって言われて、にわらじ何それと思って調べてみたら、レン君のラジオでさ、あのレン君の普段な感じもいいし、え、そのジャニーズとそのジャニーズ仲いいのみたいな裏話が聞けるのがいいよな。ラジオがあるから木曜日テンション上がりがち。せやねー、もうね。このラジオと解決キング&プリンスが我々の生きがいです。レン君は定期的にブログ更新してくれるから、ブログのために生きてる。にわらじ、解決キング&プリンス、ブログの3本仕立てです。なんかサザエさんみたいだね。ツンから急なデレにキュン死。もうこれはこれはもう即死だよね。岸君とレン君の会話を聞いてるだけでね、もうここがにんまり。レン君のパートになったら一回静かにする。ちょっと、これからレン君始まるからみんな静かにして。ちょ岸君とこで笑うのはいいけど、レン君始まるからみんな静かにして。はい、ありがとうございます。好きな色、漆黒。もう12秒がおる。白米を好きになる。そうなんです。推しが好きなものはね、映るんです。白米しか勝たん。レン君の高音パート歌ってみるけど高すぎて諦める。そう、アイプロミス歌いたいんだけど歌えない。リア高音め。そうなの？俺の中では岸くん担がリア高音めだと思ったんだけど、レン君担なんだね。知らんかった。毎回毎回の髪型が楽しみなこと。サラストなのかパーマなのか茶髪なのか黒髪なのか。ごちそうさまです。迷ったら
ら黒のもの選びがち。これライブ行ったらさ、レン君担当の人みんな漆黒なのかな、気になるね。あれやろう、もしライブで現場に行くことがあったら、漆黒の服の人にインタビューして、あなたはレン君担当ですよねってやってみよっか。レン君担当の人全員黒服説あるよな。永瀬智也の永瀬についつい反応してしまう。もうこの永瀬っていう漢字見ると、あれ違くないって思っちゃうよね。合ってるんだけどね。レン君声高くて女子でも歌いやすい。あ、そっか、俺だから歌いにくいのか、女性からすると歌いやすいのか、いいなぁ。レンレンと呼んでる人がいる。いるんです。レンレンって呼ばない、呼ばないんです。結婚したい。もうみんながそう思ってます。もうね、涙袋に住みたいの。文房具は大体漆黒。筆箱の中は写真しかありません。意外とオスティアラ多い。あ、そうなんだ。レンコンや練乳に反応しがち。あー、レンコンってほぼレン君やん。関西弁になる。ガチかとかよく使う。あー、ツイッターのリプとかでよくガチかっていただくわ。こういうことだったんだ。レンレンタンは変態。偏見やん。レン君が変態だからな、難しいな。主食は白米、パンしか負けん。理想が高くなる。ダメよ、レン君基準にしたら全員ナマコ。18禁のことを考えてしまう。これはレン君関係あるんか。歴史の滝蓮太郎はもはやレン君。もはやではない、1文字しか合ってない。顔が綺麗すぎてポカーンって口開いちゃう。下ネタの知識が豊富。学校の授業より多いわ。木曜日の23時30分頃、めっちゃワクワクしてる。これね、ちょうど眠くなる時間帯だからね、5分ごとに目覚ましかけがち。友達にレンって名前がいると、同じ名前だからイケメンになってねって言ってしまう。使命感がすごい。レン君の高音パートは一緒に歌う。これ千と千尋の神隠しの千が息止めるシーンを一緒に止めるのと同じやな。何かが壊れたら、すげえ勝手に壊れたっていう。これはダメだよー、レン君ダメだよー。私服の特定しがち。レン君の服って分かりやすいからね、調査担当がすぐ見つけてくれる。お疲れっていう時、お疲れんねんっていう。自分だけかも。これめっちゃコメントありましたよ。自分だけじゃないよー。永瀬レンタン強すぎてすぐトレンド入りする。レンタンが集まったらもうね、日本を動かせます。レンという名前が出てきたら反応してしまう。カレンダー、うちの彼氏めちゃめちゃ未練。未練死って打ったら、翔くんの次に漆黒って出る。携帯がレン君に恋してる。あー、永遠って書こうとしたら絶対に永瀬になる。好きすぎてね。永遠の A の次は確実に背です。タイヤ涙袋に住みたい。実質シェアハウス。ホーム画面とかほぼ全部レン君。ホーム画面、ロック画面、 LINE の背景、全部レン君です。最後、 A に反応しがち。そうね、永井くんとかね、 A 級とかね、かき氷とかね。はい、ということで今日はレン君担当あるあるをやっていきました。今後は他のメンバーの担当のあるあるをやっていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録して待っていてください。こんな感じでキンプリに関することやジャニーズに関することをたくさん動画にしておりますので、よかったらおすすめの動画たくさんありますので見てみてください。そしてこのチャンネル以外にも Twitter、Instagram、TikTok もやっておりますので、よかったらフォローよろしくお願いいたします。ということで今日のザリガルでした。またね。漆黒バイバーイ。漆黒バイバイ。